ドキ飯シーズン2。内容は前回と同じよ。応募者の男が選んだお店でご飯デートしながら口説いてもらおうっていう企画。一応言っとくけど食われちゃダメなんですよね。今週のあなたは要注意の時、魅力的なダメンズに言い寄られそうな予感。ラッキーアイテムはガマ口財布、ダメンズは絶対にダメンズ。どうしたアデコ。はい、記事ありがとう。さすが神林、今回も面白かった。あざます。さっき次の応募者データ送ったんだけど見てくれた？あ、今見ます。前田修吾、23歳、プロミュージション。さ、次も面白いの期待してるから。了解です。あ、そういえば優子さん、今週のアデコの占いにダメンズは絶対にダメンズって書いてあったんですけど、いよいよここに来てアデコのキャラがブレ始めてるよね。一応言っとくけど本当に食われちゃダメだからね。私来週アレクサンドロスの取材入ってるから。いや、あれきアレキサンドロスだから。プロミュージシャンね。どうせ前髪長くて顔見えない系のヒョロ長いロキの男子が来んだろう。イケメン。絶対あいつだな。前田君ですか。はじめまして、神林です。どうも。おい小僧、スマホしまえ。失礼します。乾杯。乾杯。23歳の不愛想すぎるプロミュージシャン前田修吾が選んだのは、本格タイ料理が楽しめる阿佐ヶ谷ダオタイ。適当に頼んじゃっていいですか。あ、お願いします。すみません。はい、はい、どうぞ。おすすめって何ですか。この子もしかして重度の人見知り、それとも不愛想とクールを履き違えてるタイプ。っていうか、さっきからそのでかい穴が気になってしょうがないんだが、それってファッションなの、それとも貧乏だから。それで、はい、お待ちいたします。嫌 やったら帰ってもええんやで。俺すげえ低血圧で、さっき起きたばっかりなんですよね。そうなんですか。おはようございます。起動するまでもうちょっと待ってもらっていいですか。了解です。お前は20世紀のデスクトップパソコンか。
青パパイヤのサラダソムタムです。甘さ、辛さ、酸っぱさが調和したタイの代表的料理の一つです。辛い、うん、どうぞ。エビパンです。失礼します。熱いのでお気をつけください。おいしそう。ちょっと失礼します。いただきます。じゃあ私も。このふわっと軽い食感、エビの風味となんかアジアっぽいスパイスの香り、てかこのサクふわ感、癖になってなんぼでもいけるやつや。あこれめっちゃうめえ。起動しました。はい、しぶ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 。前田くんってプロのミュージシャンなんですよね。あ、はい。バンドマン。はい、ミームっていうスリーピースバンドのギターボーカルやってます。ジャンルは基本的にはオルタナとかグランジって言われてますね。あ、グランジ。それで何ですか。いや、あのそのカーディガンの穴がずっと気になってて。あ、これ。はい、カートコマン的なね。いや、これ犬にやられたんですよ。犬？犬飼ってんの？はい、茶色い犬を。茶色い犬、雑種なんですよ。ミックス犬？まあ、おしゃれに言うとそうですね。そうなんだ。ミックス犬飼ってるって聞くとなぜか好感度が上がる不思議。ミックス犬ってどんな風に成長するかわからないから育てるのがすごく楽しいんですよね。俺の場合ほぼほぼ出来上がった状態で飼い始めたんで、そういう楽しみ一切なかったですけど。あ、大きくなってから飼い始めたんですか。なんか昔住んでたアパートの人が引っ越すとき置いてっちゃったらいいので。ひどい。ひどいんすよ。それで餌とかあげてるうちに情が移っちゃって。どうしよう、今周吾の好感度がぶち上がっている。神林さんはペットとか飼ってないんですか。猫飼いたいんですけど、うちのマンションペット禁止なんですよね。今猫なんて飼ったら確実に婚期逃すからな。ペット飼う物件に引っ越せばいいのに。まあそのうち彼氏できたらな。私に解消があったら君みたいな若いツバメを飼ってみたいんだがね。集合、起きて。ご飯できたよ。もう起きてよ。ほら1時過ぎちゃったよ。ほら起きて。起きた。私今日打ち合わせあるからさ、洗濯物乾いたら畳んどいてもらっていい？寂しいから早く帰ってきてね。分かった。って、ますます今期逃すわ。エビのさつま揚げは梅とチリソースを混ぜたソースで、魚のさつま揚げはスイートチリソースで、それぞれお召し上がりください。食っていいですか。あ、どうぞどうぞ。じゃあ私も。日本のさつま揚げとはまた一風違ったお味。このタレいかにもタイって感じでテンション上がるわ。うわー、これめっちゃうめえ。じゃあ私もエビの方。あのこのサクサクしたさつま揚げ、あかん、これもなんぼでもいけてビールぐいぐいいってしまうやつや。神林さん、思ってたよりも全然綺麗でびっくりしてるんですけど。え、恐縮です。最初入ってきた時女優さんかと思ったもん。なんぼや、なんぼハロたらええんや。前田くんはよくこのお店に来るの？いや、初めてです。自分じゃ来れないですよ。飯に金かけてる余裕ないっすもん。そうなんだ。ただ飯食うために応募してきたってわけか。じゃあ普段はどういうところでご飯食べてるの？ほとんどコンビニ飯ですよ。本気で金ない時とかは米と
ふりかけとか。はあ、あんた犬飼うてる場合ちゃうやん。前田くんガリガリだもんね。いや、それは違います。いや、ガリガリだよ。いいじゃん、ミュージシャンっぽくて。いや、ほんとガリガリじゃないですから。ほら、ほんとだね。俺結構気痩せするタイプなんですよ。そうなんですね。触るのではなく触らせる、なんという高度なボディタッチ。この男できる。タイ料理ではよく使われる殻ごと食べられる柔らかいカニをタイの辛味噌ナムプリックパオで炒めました。いい匂い。食っていいですか。どうぞどうぞ。じゃあ私もいただきます。薄くて柔らかい殻の食感、噛めば噛むほど旨味が染み出して、ああ、私丸ごといける甲殻類大好き。これ超うめえ。間違いないですね。あ、いかん、ソフトシェルクラブがうますぎて仕事を忘れるところだった。前田くんはやっぱり女の子口説くときに歌ったりするの？そんな寒いことしませんよ。俺仕事以外だとカラオケでも歌わないですし。そうなんだ。はい、うちのバンドってもともと4人編成で別のボーカルがいたんですよ。へえ。で、大学4年になるかならないかぐらいの時にメジャーデビューの話が来て、でもその時ボーカル一流企業に就職決まってたんで、俺は辞めるって。現実。さすが悟り世代。だからお前歌えみたいな。じゃあ実は歌うこと自体あんまり好きじゃない？好きじゃないっていうか、やっぱり前のボーカルが偉大だったんで、どっかで一生叶わねえなと思いながらやってるとこはありますね。やだ、そういうでっかいコンプレックス持った男嫌いやないで。だからちゃんと売れて後悔させてやろうと思ってて。負けん気だ。はい、だから今は売れる曲が書きたくて。そっか。周吾若いのに意外とプロフェッショナルやん。その若さでなかなか売れる曲書きたいとか言われへんで。まあどんな仕事も一人前になるまでには下積みがあるもんね。え、普段はさ、バイトとかしてるの？金がなくなったら日雇いのバイトするって感じですね。週に 1,2 回ぐらい。そんなんで家賃払えるの？あ、俺家賃ないんですよ。あ、実家暮らした？家ないんで。ん？俺今ホームレスなんですよ。茶色い犬とホームレス生活って、貴様は家なき子か。前田くんさ、ホームレスって言ったってさすがに公園で寝泊まりしてるわけじゃないよね？さすがにそれはないですよ。メンバーの家に居候とか？メンバーの家は無理ですね。じゃあ普段どこで寝泊まりしてるの？ペット可の物件に住んでる友達の家5、6軒をローテーションで渡り歩いてます。女だろ、女ん家を渡り歩いてんだろ。それって女の人だったりするのかな？あ、はい、そうです。あさり認めんじゃないよ。その女の人たちと前田くんはどういう？普通の友達ですよ。普通の男友達週一で止めるわけねえだろ。逆にさ、女の子がそういう雰囲気出してきたりってことはないの？あるんだな。まあ一緒に寝ようとか言われることはありますね。それそういう時どうすんの？そういう時は友達、犬、俺みたいにして寝ます。川の字。はい。やめてあげて。だって友達だし、そういうことして傷つけたくないじゃないですか。そうだね。別の意味で相当傷つけてるけどな。世界三大スープの一つとも言われるトムヤムクンに米粉で作った麺を合わせた酸味の効いたラーメンです。はあ、いい匂い。日本にいること忘れちゃう。このこれにも入ってる柑橘系の匂いのする、これ何なんですかね？バイマックル。え、あの白くてコロンとしてるやつ？それベイマックス。これはバイマックル。
昆布みかんの葉っぱ。そうなんですね。これこの匂い好き。私もこの匂い好き。やだ、なんか今のカップルの会話みたいじゃなかった？うん、ありがとう。下手くそな取り分け方、それもまた可愛くてキュンとする。うまじゃあいただきます。酸っぱから甘いトムヤムスープのお味、優しい食感の麺、そしてクラクラするようなバイマックルのすがすがしい香り。ここはタイか、タイなのか。あー超うめー。おいしい。バイマックスやばい。バイマックルな。ココナッツミルクとタロイモを使用した焼きプリンのような味わいのタルトです。辛いタイ料理の食後のデザートとしてぴったりの定番スイーツ、タピオカココナッツミルクです。ねえ、前田君を止めてくれる女の人たちってどんな人なの？みんないい人たちですよ。美人だし、料理うまいし。ちなみにだけど、その人たちからお小遣いとかもらったりするの？ああ、掃除とか洗濯とかすると時々くれますね。そういうの紐って言うんやで。ちなみにいくつくらいの人たちなのかな？神林さんと同い年ぐらいか、ちょっと上ぐらい。30過ぎってこと？はい。その子を解き放て、女は生もんだぞ。私が言うのもあれなんだけど、その一緒に寝ようって言ってきた人と付き合ってあげれば。それは無理ですよ。どうして？そんな、好きでもないのに付き合うなんてかわいそうじゃないですか。かわいそう。同情するなら愛をくれ。同情するなら愛をくれ。めぐみさん、落ち着いてきてな。もうはっ、なぜ私が家なき子に。やっぱりちゃんと好きにならないと付き合えないですよ。でもその女友達は届きそうでつかめないイチゴのような集合、夜中思い浮かべてるんだよ。まあでもギブアンドテイクはそれなりに成立してんのか。こういう可愛い顔したぶっきらぼうな男の子って子猫並みの癒し力あるし、私もハマらないとは言い切れん。俺、一緒にいて楽すぎる人ってダメなんです。なんかこう一緒に成長できる人じゃなきゃ嫌っていうか。だから俺、神林さんみたいな人がいいんだよな。かっこいいもん、神林さん。どこら辺が？だってライター業一本で食ってるんでしょ。俺なんてまだまだ音楽だけじゃ食えないし、そうやって自分の脳みそから出てくるもので飯食えてるって相当かっこいいと思うんですよ。俺かっこいい女性が好きなんで。ああやめて。私仕事しかないから、それがアイデンティティだから。そこ刺激してくる男には体中から愛がこぼれてまうから。なんかありがとう。神林さん、一人暮らしって寂しくないですか？まあそりゃ、じゃあ今度泊まりに行ってもいいですか？神林さん、修吾くん、同情するなら愛をくれ。同情するなら止めてくれ。今度泊まりに行ってもいいですか？うん、美味しかったですね。美味しかったですね。じゃあ俺歩いて帰るんで。今日はどこ泊まるの？明大前です。明大前？もしかして歩いてくの？停車地ないとか。
実は。電車で帰りな。ありがとうございます。全然。こちらこそ今日はありがとう。じゃあ気をつけて。おやすみなさい。おやすみなさい。今度泊まりに来ませんか。え？今度うちに泊まりに来てください。めぐみさん、私はあなたとタイに来たのかと錯覚するほど本格的なスーパー甘辛いスープにクラクラするほどバイマックルの香るトムヤムラーメンのような恋がしたい。ペットかの物件に引っ越したら連絡ください。うん、電車ちゃんありがとうございます。じゃあ。いや、茶色い犬と川の字になって寝ろと。電車ちゃんあげちまったし。男は目で恋をし、女は耳で恋に落ちる。言い換えれば、男は女の見た目に恋をし、女は男の言葉で恋に落ちるということだ。男子諸君、彼女の見た目に恋した後は、その中身をじっくり覗いてみよう。そして、そこで見つけた彼女の魅力や価値をストレートに伝えるのだ。女が恋に落ちるのは、ありふれた褒め言葉や甘い言葉ではない。彼女の存在を肯定し、その承認欲求を満たす真摯な言葉なのだ。本日の口説き文句。今度泊まりに行ってもいいですか。そういやこの部屋、ゆうこさんしか泊まったことなかったっけな。エリート系か。お見合いのつもりでここへ来たんです。お見合い、おいしい。一緒にしないでいただきたいですね。こっちのセリフです。泣いた。愛されるより愛したい人間なのかもしれません。私のこと必要としてください。